こんにちは、リーソンコです。リーソンコの数学 DC YouTube 特別編、ヘルグロッツのトリックの第2回でございます。前回から何を示しているかというと、この等式が成り立つことを示したい。π 倍のコタンジェント πx というのは、x 分の1たす x たす n 分の1たす x いけない分の1の和。このような無限級数展開を示したい。ということでありました。左辺と右辺をそれぞれ fx、gx と置きまして、でこの右辺の部分は、x たす n 分の1をマイナス n から n まで足し合わせた和を、ラージ n を無限大に飛ばした極限という形で表されるわけですが、このような2つの関数が、もう一致せざるを得ないほどよく似ているということを示したい。前回は F も G も連続である。それから F も G も帰還数であるということを示しました。三つ目の性質は、F と G がどちらも周期1の周期関数であるということを示します。FX の方は、まあ、コタンジェントで一般論からいけるでしょう。コタンジェントっていうのは、コタンジェント X っていうのは周期 π の周期関数です。今、π 倍の x になってますからね。このように補正してやると、x は周期1になります。g の方はどうかっていうと、g はまあ常にその関数列の極限っていう形でかけてるんで、こちらの極限を取る前の関数について観察をすると。この極限を取る前の gn という関数における x たす1の値は何ですかと計算すると、これ x をそのまま x たす1に置き換える。で、x たす1たすスモール n っていうものを足し合わせてるんですけど、1たす n という風に付け替えて、x たす1たす n 分の1を足し合わせてると思うと。そうすると、添え字の部分が、ラージ、マイナスラージ n 足す1からラージ n 足す1までちょうど1ずつずれるんです。一斉にずれる。マイナス n から n まで足してたものが1を足したことによってマイナス n 足す1、n 足す1と1個ずつずれるんです。で、そうすると g っていうのは必ずそのマイナス n から n までっていう形になったんで、一番最後の部分がマイナス n 足す1、まあ、つまりマイナスのn-1 ですね。ということになった。だから、上も n-1 で押さえてやって、でそうすると n 番目と n たす1番目が2つ出てきます。gn-1 の x たす x たす n 分の1、x たす n たす1分の1という2つ乗与項が出てくるけれども、gnx たす1と gn-1x っていうのがほぼ等しいことが分かった。この等式において、ラージ n を無限大に飛ばすっていう極限を取ってやると、左辺は g の x たす1になりますね。右辺はっていうと、ここの部分が gx になります。ここはっていうと、ラージ n が無限大に飛んでいけば、この部分は無視できる。だから、この2つの関数が一致する。で、これは、G が周期1の周期関数だということに他ならない。Gn は周期関数ではないんですよ。でも n を無限大に飛ばして極限を取ってやると、誤差の部分が消えて周期関数になるという形です。それから4番目の性質。これがまあ一番肝になるような関係式になりますけども、整数ではない実数 x に対して、f 二分の x 足す f 二分の x 足す1は2倍の fx に等しい。g の方も同様で g 二分の x 足す g 二分の x 足す1は2倍の gx に等しい。このような等式が成り立ちます。今まで f については明らか明らかって言ってきましたけども、さすがに今回は明らかというわけにいかなそうですので計算をします。f の2分の x 足す f の2分の x 足す1っていうのを定義に従って計算する。コタンジェントっていうのはサイン分のコサインですから、サイン2分の πx 分のコサイン2分の πx。それ
それから、サイン、2分の x たす1倍の π ですけども、これを2分の πx たす2分の π に置き換える。サイン、2分の πx たす2分の π、コサイン、2分の πx たす2分の π です。で、この右側、第2項の部分は、2分の π を整理して、コサイン分のサインに書き直すんですね。コサイン分のサインに書き直して、さらに通分をすると。通分をすると、分母がサイン、コサイン。それから分子はコサイン、コサイン、サイン、サインですね。だから、加法定理を使って2分の1倍のサイン πx 分のコサイン πx になると。2分の1をくくり出してやると、コタンジェントですから、これがちょうど2倍の fx に等しいことがわかります。g の方は、やっぱり gn について計算すると。gn の2分の x って何ですかっていうと、2分の x 足す n 分の1を整理するわけですけど、これ、2をくくり出してやると、x 足す 2n 分の1を足し合わせることになります。つまり、偶数の部分だけ取り出して足し合わせたものが2分の x に相当する。じゃあ、2分の x 足す1はって言ったら、今度は多分奇数が出てくるんですよ。2分の x 足す1足す n 分の1にを繰り出して計算してやると、x 足す 2n 足す1分の1を足し合わせてる割合。だから、奇数の部分が、この2分の x 足す1の方に出てくる。合わせると、どうなるかっていうと、偶数番目と奇数番目がずらっと埋め尽くされて、どこまで行くかっていうと、まず、マイナス 2n から 2n 足す1まであるんです。なので、最後の部分だけ余分な部分で取り出しておいて、2n、マイナス 2n から 2n までの部分を g2nx として繰り出してくる。で、この等式の両辺のラージ n を無限大飛ばした極限を取ると、g2 分の x 足す g2 分の x 足す1イコール、ここの極限が2倍の gx で、ここは0に行きますから、求める等式が得られました。これで f と g が等しいことを示す準備が整いました。次回、いよいよとどめの一撃です。それでは、今回は以上です。お気に召しましたら、チャンネル登録や高評価、ご意見、ご感想、メッセージなどは、コメント欄やツイッターを、そして、リュウソン校にご支援をいただける既得な方がいらっしゃいましたら、これらの方法でお願いいたします。今後ともどうぞごひいきにご視聴ありがとうございました。